皆さんこんにちは、ペストでございます、シティーズスカイラインですね。今日も頑張って小町タウンを発展させていきたいと思います。ここがね、乗客少ないんですよね。バス路線もね、よくよく見たらここ走ってない。もうちょっとね、改良が必要ですよね。調整せないかんないけどね。で、まただいぶね、なくなってきた建物はだんだんちょっと潰していきましょう。まだ電気はね、かろうじて通ってるんだけどね。そろそろね、駅作る準備してもいいかなとは思ってるんですけどね。で、曲がりになって、こっちがね、逆に増えてくれたらいいんだけどね、なかなか増える様子がない。こんだけ住人ね、通ってるんだけどね、ないんですよね、ここが。こっちももうね、
ね、ちょっともうちょっと様子見しましょう。ここはね、バス通ればまだ行けるような気もせんでもないんだけどね。大量に来てる。急に来た。ここは相変わらずですけどね。また色塗り直さないといけないけどね。バスを通そうか。ちょっと人気がなさすぎる。通ってないからね、ここの。もう一個は、せめこ。これまた色塗り替えらないとね、ややこしくなっちゃうんだけどね。
わざわざ下行くのかよ、わからんけど。これで、これと同じタイプの駅がいいな。ツートラックエレベーテッドステーション。ああ、これは前のあれがあるやつやね。歩道がね。歩道いらんねんけどな。徐々にね、
あ、また渋滞してる。どうしようかなこれ。試合と流れない。ここで2回ぐらいは これでもうね、うん、こっちが逆に栄え始めてくれたらやけど、なかなかそういう様子はない。
この辺はね、いつも人口不足、人口不足言っときながらなかなかですよね。で、ね、時間がね結構良くなっちゃってますね。では、ごめんなさい、この辺で今回は終わりたいと思います。さあ、もう少しね、特化工業地帯をね、移転なりをそろそろスタートさせていく感じなんだけども、まあまあいつも言ってるように幹線12が増えないからね。めっちゃ渋滞してる、なんか嫌なとこ見ちゃったな今。はい、ということで、また次回にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。